ではお便り行きましょう。ラジオネーム K 平岡さん。渡辺夫婦のお二人こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。私は結婚5年目の30代主婦です。二人で頑張って貯金が1000万円ほど貯まりました。この先妊活や家の購入などでいろいろ使うとは思うのですが、このお金を銀行に預けていても増えるわけでもなく、何か有効に使おうかと考えているところです。手堅く株、積み立て NISA やイデコなど投資もしようと思っています。ベタな質問で申し訳ありませんが、渡辺夫婦のお二人なら今1000万円好きに使えるとしたら何をしますか？不動産投資？また旅に出ます？聞かせてください。はい、ありがとうございます。貯金が1000万円ほど貯まりましたということでおめでとうございます。まあ僕らがね、もし1000万円好きに使える、もう、でも貯金か。そうですよね。貯金、頑張って貯金した、なんていうかな。頑張って貯金して貯めた1000万円と、パーンって湧き出てきた1000万円で、ちょっと使い道違いますよね。例えば、宝くじで1000万円当たって、ボーンと出てきたってなったら、まあ、なくなっても、ね、変な話、プラマイゼロというか、痛みはないし。でも頑張ってね、今までコツコツ貯めてきた1000万円だら、もうちょっと重みが、かなりあるやろうしとか、なんかその辺もね考えちゃうんですけど、まあもし今1000万円ポーンと出てきて好きに使っていいよってなったとしたら、まあ全額不動産投資に突っ込みますかね。なんか夢があるのかないのかわかんないですけど、なんか中古アパートとかね一棟買えればいいかなとは思ってます。それを元手にして、まあ一部ね金融機関から融資も引いたりしてアパート一棟買う。まあ、つまり1000万円を使って終わりじゃなくて、その1000万円を元手に将来の、まあ、1000万円以上の価値がね、こう不労所得が入ってくるように、まあ、頑張って使うっていう、そういう使い方をしたいなと思ってます。皆さんやったらね、1000万円あったらどう使えますでしょうか。お便りに戻ると、 K 平岡さん、貯金1000万円ほど貯まりましたということなんですけど、この先妊活や家の購入などでいろいろ使うとは思うのですがとお便り書いていただいてて、使う予定もあるということなんですよね。であればやっぱりね、ある程度慎重に使い道を考えたりとか、1000万円あるけどこれだけはもう現金で置いとこうみたいな、200万円は現金で置いといて残りをまあ使ったり運用したりしようっていうふうに分けるのもいいかもしれないですよね。やっぱ使う予定があるのであれば。でその点ね、検討されてる株とか積立NISA、イデコなんかは全然ねいいやり方だと思います。ただイデコについては年金でしか基本受け取れない形なので、ご自身が60何歳とかなってからしかお金入ってこなかったりとはするので、まあ、その点だけ注意ですかね。ただ積立NISAとか株とかであれば、まあ、必要な時にねその現金化してっていうことも可能なんで、まあ、僕やったら、そうですね、株というか投資信託とかロボアドバイザーとか、そういうインデックス投資って言われるようなもの、手数料の安いインデックス投資みたいなのを積立NISAでやったりとかして、一応運用もしつついつでも使えるように備えとくっていう感じですかね。それがいいかなとは思いました。何にせよですね、銀行預金だけに置いとくっていうのはちょっともったいないかなとは思います。銀行預金だけだと今時金利なんてね全然つかないので、利息で増えるお金って知れてるわけなんですよね。ちなみに僕らがね、どういう投資をしてるか、どういう資産運用を普段してるかっていうのは YouTube の動画にまとめていて、今日アップされるか近々されるかされたかぐらいのタイミングだと思います。2月の下旬ぐらいにね公開予定のものがあるので、投資とかね資産運用、渡辺家どうしてはんのかなっていうのが気になる方はぜひね見てみてください。もう初心者向け、皆さんね、もう一人一人多分おすすめできる方多いと思います。はい、真似してねすぐ実践できて、リスクも割と低めでねしっかり運用できるような資産運用の方法を解説してるので、まあ、YouTube の方もねまたご覧くださいと言いつつね、1000万円とかポンって使いますってなったら使ってみたいですけどね。1000万円使うって言ったらどうやって使おう、使い切れないですよね。使い道も知らんし使い方もわからんしね、えなんか YouTuber らしく1000万円の時計買ってみたみたいな感じでやってもいいんですけど、まあそもそもそんな興味ないしなとかね、なんかどう使おうって感じなんですけど、だから使い道もわからんから、じゃあアパート買おうかみたいな投資しようかっていう選択になっちゃうわけなんですけど、なんかそういう機会がねもしあればバーンと使うみたいな経験もねしてみたいななんて思ったりはします。というわけで今回の本題いきましょう。お便りですね、お答えさせていただきながらお話ししていきたいと思います。ラジオネームタソナーさん、
はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいております。早速なのですが、相談があります。夫は先日スキルアップのために転職したのですが、まだ慣れていないためか、毎朝仕事に行くのが憂鬱そうです。特に意地悪をされたりや、仕事内容に不満があるわけではないそうなのですが、新しい仕事を覚えることや人間関係で緊張しているようです。この辺はある程度予想できていたので、想定の範囲なのですが、妻としてどのように立ち振る舞えばいいのか大変悩んでおります。結婚生活はかなり長く、今までは寝る前に話を聞いてあげる、お弁当に喜ぶようなおかずを入れる、限界ならやめなさいと接してきました。たまに家族のために頑張ってとお尻をポンと叩く日もあります。かっこ笑い。世の中には仕事のことを家庭内に持ち込まない旦那様も多いとは思いますが、うちは甘えているのか、小学校のように愚痴をこぼしてくるので、いい年こいて何言ってんだと正直困っています。もう少し日が経てば落ち着いてくるとは思うのですが、それまで私はどのように接してあげると彼のやる気につながるのでしょうか。結婚生活をしていると相手の感情に左右されやすく、夫がいつもそんな調子なので、私も最近ストレスや疲れで少し参ってきてます。こんな私にアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いします。お弁当に喜ぶようなおかずを入れるってめちゃくちゃ可愛いですね。喜ぶおかず入れたら旦那さんもやっぱ喜びはるんでしょうね。可愛いなって思いました。ご相談内容で僕がまず思ったのは、まあ旦那さんはどういうお気持ちなのかね、どういう考えをしてるのか、本人じゃないとね、なかなかわからないところもあるとは思うんですけど、一つ思ったのは、旦那様の立場になって考えると、やっぱり家帰った時に奥さんが、タソナーさんがもう絶対ね味方でいてくれるっていうのはすごく心強いと思います。例えば仕事で辛いことあったとか、うまくいかないことがあった、悩み事があって、仕事でね外でモヤモヤを抱えて家帰ってくるじゃないですか。で帰ってきた時に、まあ、その愚痴もねちょっと言っちゃったりするんですけど、愚痴もちゃんと聞いてくれる。でそれに対してね否定とかしない、いやでもとか、なんでやねんとか、そういうことは言わずに、あそうなん、辛かったねとか、大変やねとか、明日も頑張ってって言ってくれるみたいな、そういうのって本当に支えになるやろうなっていうのは想像しました。逆に言うと、お家で例えばちょっと愚痴こぼした時に、何言ってんねんとか、もっとちゃんとせえやとかね、怒られたりとか責められたりとかってなっちゃうと、もう外でもしんどいし、家の中でもしんどいしみたいな、誰も味方おらんし、支えてくれる人もおらんしってなっちゃうと、余計ちょっと旦那さんも辛い、ね、状況に追い込まれることにもなってくるのかなっていうのは思ったので、まあ、もう今ね、タソナーさんがすごく優しくね接していただいてると思うので、そのスタンスはやっぱりいいのかなって思いました。寝る前にねお話聞いてあげる、今日会社で何やったんって聞いてあげるとか、お弁当に喜ぶようなおかずを入れるとか、もうやめてもいいよとか、その逃げても大丈夫よっていうことを言ってあげるっていうね、その接し方はすごくいいなって思いました。だからいいなという話なんですけど、まあ旦那さん甘えてるのかっていうのね気になったりとか、そもそもちょっと奥様が、ストレス、逆にちょっとねそういう接し方ばっかりしてて、愚痴ばっかりこぼす夫にちょっとストレス溜まってきてるみたいな、それはちょっと問題ですよね。だからどうすればいいかということなんですけど、今ね、タソナーさんはすごく悩まれていると、大変悩んでおりますとお便りにもあるんですけど、まあその旦那さんがなかなかやる気出ないとか、愚痴が多いとか、ちょっと憂鬱そうみたいなのをすごく気にしてね、支えてあげないととか、私が何とかしてあげないとっていう気持ちが結構強いのかなって思いました。でそれはすごく優しいことやし素敵なことだとは思うんですけど、決してそのタソナーさんが何とかしないといけない話でもないし、旦那さんが憂鬱そうにしてるのはタソナーさんの責任ではないしっていう、そこはまあ一個ちょっと線引きしてもいいかもしれないですよね。別にね憂鬱そうやから、愚痴が多いから私がダメなんだとか、私が何とかしないとじゃなくて、まあ精一杯ね妻として家族として支えるっていうのはしてるんですけど、まあそれでももう本人の問題は本人の問題であるし、本人がどう変わるかっていう話でもあるので、まあ、やれることには限界があるし、別にそこにね負い目とか責任は感じなくてもいいとは思います。なんかそういうちょっと俯瞰してみるというか、鳥の目になってね自分たちをこう見下ろすような一歩高い視点からこう見れるようなマインドはあってもいいのかなとは思いました。何にせよですね、タソナーさんはよくやられてると思います。まあ僕が言うのもねおこがましいですけど、すごくね親身になって考えて
悩んでね、支えられてるとは思うので、無理ない範囲で引き続きね支えてあげて、でやっぱりこう旦那さんのもう絶対的な味方、何があっても味方ですよっていうことが伝わるように接してあげるっていうのは、本当に旦那さん本人からしたらすごく支えにはなると思うので、うん、本当にね救われると思います。外でね、仕事ですごい辛い思いとか大変な思いとかモヤモヤをね抱えて家帰ってきた時にもう全部ね包み込んでくれると、うん、それは本当に救われることなのかなって思うので、これまで通りって言ったら答えになってないかもしれないですけど、うん、旦那さん支えて、でまあ自分のストレスとかがたまらないように、うん、適度にちょっと息も抜きながら、その責任とかね負い目までは感じないように、うん、なんかうまくコントロールしながらね接してあげれればいいのかななんて思いました。はい、お便りありがとうございます。では続きまして、ラジオネームプリンさん、ユミさん、大輝さん、こんにちは。ラジオ楽しく拝聴させていただいてます。突然ですが相談です。私にもうすぐ付き合って1年になる彼氏がいます。付き合い始めた頃にパチスロなどのギャンブルをやるのかと聞いた時、やらないと言っていたのに、最近プチ旅行をしていた時に上司に誘われて結構パチスロやる、あ、結構ってほどでもない、たまにと言われました。正直ギャンブルやらない人だと安心して同棲の話までして結婚を意識していたのでショックでした。嘘をつかれたことにもショックです。旅行中だったので空気を悪くしたくないと思い、あまり深く聞けなかったのですが、それからモヤモヤです。結構と言い間違えてしまうくらいだから割と言ってるんだろうなとか、残業してたと連絡が遅かった日も本当に残業だったのかなとか、おじいちゃんがパチスロ行ってもらってきた景品と言っていたお菓子も本当は自分がもらってきたやつなんだろうなとか、いろいろ勘ぐってしまいます。お二人はパチスロなどのギャンブルやる人どう思いますか？お金に困っているところも見たことがないし、貯金もしているようなので多少やるくらいなら多めに見てもいいのでしょうか？ご意見いただけたら幸いです。はい、お便りありがとうございます。2つの問題が絡んでますよね。1つはギャンブルとか、まあ、ギャンブルとかそのパチスロとかね、うん、そういうのがどうなのかっていう話と、まあ、もう1つはそのごまかされたってこと、結局真相は闇の中ですよね。パチスロ結局彼氏はやりはんのかやらないのか、結構やってるのかあんまりやらへんのか、どれぐらいのめり込んでるのかとか、まあ、その辺曖昧にされてねごまかされちゃったと。でしかももともとやるのかって聞いた時にやらないって嘘ついちゃってたっていうね、まあその点の2点ですよね。でまずギャンブルとしてはどうなんですかね。僕全然やらないんで、昔も今もやったことないですね。パチンコパチスロはもう店の中も全然入ったことないし、あ、ただ競馬はね、ユミとも一回行ったこともあります。一回じゃないか、うん、旅中もなんか競馬じゃないですけど帯広でやったな。はい、なんか競馬、まあ遊びですよね。なんかもう馬券もね、そんな名前とかかけないですよ。もうなんか100円単位のねやつをかけて、これ当たるかなとか言って、もうその見方も全然知らんけど、この馬良さそうとか言ってね、選んでやって、わ、当たったとかね、当たらんかったとか言って、まあトータル結局負けてるんですけど、まあそういう遊びをしたことはありますけど、うん、まあただ日常的に行ったりとか定期的に行ったりとかしてないんで、本当にギャンブルは、うん、全然無縁ですね、僕自身は。でそんな僕なので、やっぱギャンブルはあんまりやらん方がいいんやろなっていうのは思ってるんですよ。うん、やらん方がいいやろなって。なんかお金ね、まあプロパチスローなんとかかんとかみたいな人もいますけど、別にそれでねお金儲けできるわけでもないし、まあ仕事にねつながる人もいたりはするけど、まあ基本遊びというかエンタメの一つで、でやっぱりこうのめり込んでいくとどんどんお金も吸っていくじゃないですか。うん、溶かしていくっていう言い方もしたらいいのかな。勝てはいいですけど、勝てないのがやっぱギャンブルだと思うんで、やっぱお金は結構使いがちになるやろうなって思うし、まああんまりいいね、良くもないんかな。やらんでいいんやったらやらんでいいに越したことはないのかなとは思ってるんですよね。ただ何事もやっぱり限度というか、ちゃんと節度持ってやれてたらまあいいっていうのは、それはそうだとは思うんですよ。その借金してねやるとか、もう生活費全部注ぎ込んでやってたらそれ大丈夫かって話なんですけど、まあそれ仕事とかもねちゃんとやってお金も稼いで貯金とか必要なお金貯めたりとか、資産運用してね投資したりとかもしつつ、まあ自分の楽しみ代としてギャンブルやってますよ、パチスロ行きますよとかやったら、まあそれは楽しみ方は人それぞれかなとも思うし、だからギャンブルイコールダメってわけでもないんやろなとは思うんですよね。
だから結論も人それぞれですよね。もうギャンブルええやんけと思う人もいるやろし、もう絶対嫌っていう人もいるやろし、だからね、これからまあお付き合いも深めていったりとか、結婚とかいうね話、同棲っていうことになった時に、やっぱそこって重要な価値観の一つであると思うんですよ、ギャンブルについて。ギャンブル絶対嫌って思ってる彼女と、いやギャンブル行くよっていう彼氏やったら、やっぱそこのねモヤモヤとか対立みたいなのって、やっぱりこう傷がねどんどん深くなっていくものかなとは思うんですよね、何も話し合いとか対策をね取ってないと。だからプリンさんが今後彼氏さんともっと関係を深めていきたいなと思うのであれば、なかなか聞きにくいし、相手も言いづらいで、ね、本音をなかなか伝えにくい話題かもしれないですけど、ここは踏ん張ってぜひね話してほしいなとは思います。で、実際どうかなんですけど、まあお便りのね文面しか僕は知らないですけど、文面読む限りやとパチスロやってはるんかなっていう気はしちゃいますよね、どうしても。それはだって行ってないのに結構パチスロやるなんて言い方しないですもんね。やっぱそれなりに何回か行ってるから結構っていうワードが出てくるんやろうし、で上司に誘われてパチスロやるっていう言い方してますけど、上司だけじゃなくて先輩にも誘われて行くこともあんのか、同僚だけでもやるんか、逆に自分の後輩誘ってね行ったりもするんかとか、もう一人だけでも行ったりしたりとか、どのぐらいのね頻度で行ってんのかとか、もうそれは分かんないですよね、聞いてみないと。で、分からないからこそ、あの時のあれもそうやったんちゃうかとか、もうちょっと行ってんのかなとか、ほんまに残業やったんかなとか、いろいろ勘ぐっちゃってね、余計負のスパイラルっていうかな、モヤモヤが溜まっちゃうみたいな状況になってると思うんで、やっぱどっかでね話す機会は作りたいですよね。で、なんでね嘘ついちゃったね、ごまかしちゃったかっていうところについては、もうこれはもう想像なんですけど、勝手にね想像させていただくと、付き合い始めた頃にパチスロなのギャンブルやるのかって聞かれたんですよね。で、ちょっと彼氏さんからしたら、もしかしたらうって思われたかもしれないですよ。もうそのパチスロとかギャンブル自体そんな印象はないやろなっていうのは彼氏さんも予想してて、まああんまり言いたくなかったと、ちょこちょこ言ってたけどね、あんまりこう言ってますとかね、あんまり言いたくないなとか思ってたところ、もうストレートにね聞かれちゃって、うみたいな、今これ俺パチスロちょこちょこ行くねんとかね、割と言ってんねんっていうの言ったら嫌われちゃうかもとか、うわマイナスになっちゃうかもって思って、ちょっと防御反応でやらないよってね、もうついね言っちゃったかもなんて想像しました。で、そのついね言っちゃったのがやっぱ嘘って、なんていうかな、つけばつくほどどんどん膨らんでいくというか、後に引けなくなるというか、もう一回そうやってやらないって言ってしまった手前、もうそこからね、ほんまはね、あの早めに、いや実は行くねんとかね、そういう話ができたらもうちょっと傷が浅く済んだかもしれないですけど、もう言う機会がどんどんなくなってって、まあついちょっとボロが出ちゃってとかね、なんかそういう感じなのかなと思って。で、つまりまあ彼氏さんのね気持ちに寄り添ってあげるとしたら、まあそのついねちょっとごまかしてしまいましたと、その嫌われたくないなとか別れたくないなっていうところからつい嘘ついちゃったのかなって思ってあげたとしたら、なんていうかな、別にギャンブルの話を聞いたからといってそこであのもう逆ギレしたりとかね、なんやねんっていう風にはならへんのかななんて思ったりもするんですけど、まあ、だから話し合いの時もギャンブルなんて絶対行かんといてっていうところから話し合いスタートしたら、もう彼氏もね、それはギャンブルもやりたいし今までやってきたのは事実やから絶対やらんといてっていきなり言われたら、なんやねんってなっちゃうかもしれない、余計ねその話し合いがこじれちゃうみたいなことになるかもしれないんで、まあ私は普段ギャンブルやらないし、ギャンブルやるっていうのもなんかこうお金かけてね、それでマイナスになって損したりとか、お金たまらんかったり生活費とかね苦労するみたいな、なんかそういうイメージもあるからちょっと怖いねんと、身近にパチスロ行く人とかもおらんからどういう感じなのか全然わからんからちょっと不安やねんと、不安なんですと、まあ、だから本当のことを話してと、話し合いをしましょうと、なんか冷静にね話し合いを持ちかけたらまだね、彼氏さんも本当のこと話したりとか、建設的なね、なんか話し合いにもつながるのかなとは思うんですけど、そこで、ああまあそれぐらいのギャンブルなんかと、たまにちょっと上司に誘われて遊び程度でやって、で終わりなんかとかね、まあこれぐらいの楽しみやったらまあいいのかなって思えたりとか、あるいはもう今のねぐらいやったらいいけど、これ以上頻度が上がったりしたらダメよみたいな、それはもう、あかんからねっていう、まあ、ルールみたいなね決まりみたいなのを作ることもできるやろうし、そういうことしたらもうちょっと不安とかも解消されるのかなって思うし、なんか
変にね、何も知らないからこそいろんな想像を膨らまして、ああちゃうかこうちゃうかとかって勘ぐって余計モヤモヤ膨らむっていうことも防げるのかなとは思うので、なんかそういう話し合いをねしてみるっていうのはいいんやろうなって思います。で、逆にそうやって聞いた時に、いやもう想像以上やったみたいなね、もう全然あかんやって、もう自分の許容範囲超えてるのであれば、それはまあ一つの、その時やっぱ知れてよかったってことになるかもしれんし、特に将来をね意識されてるのであれば、まあ、どうせねその問題っていうのはいつか直面することなので、このタイミングでしっかり話しておく、理解しておく、知っておくっていうのは、いずれにせよ重要だとは思うんですよね。なのでなかなか聞きづらい話題かもしれないですけど、一度ちょっとどうなんっていうのを聞いてみるっていうことですね。はい、お便りありがとうございます。ではもう一人ご紹介します。ラジオネームメンマっていいよね。大輝さん、エミさん、こんにちは。先日のスタンドラ FM でのライブ放送楽しかったです。またゲリラライブ楽しみにしています。さて質問ですが、私には今お付き合いしている方がいます。同じ大学に通っているのですが、取っている授業が異なるのでなかなか会って話をする機会がありません。そうなると会話の中心は LINE が多くなります。しかし彼は LINE が苦手なようで、返信は1日おきだったり、長い時には 1,2 週間後に返信が来たりします。早く返信してという強要するつもりはありませんが、飽きられてるのかな、寂しいなと思ってしまいます。電話をするのも相手の時間を奪ってしまう考えからなかなかすることができません。お二人はお付き合いしている時、連絡はマメな方でしたか？またうまくコミュニケーションを取っていくために必要なことはありますか？長くなってしまいましたが、これからもお二人の活躍を応援しています。はい、ありがとうございます。まずですね、僕ら付き合ってた頃は LINE そんなにしてなかったんですよね。まあもちろんしたりもするんですけど、そのなんか LINE でおしゃべりするっていうの、なんかチャットに貼り付いてこう投稿して、でまた相手から帰ってきてすぐ返してみたいな、そういう、チャットのラリーみたいなのを続けて楽しむっていうのはあんまりしてなくて、どっちかというと次いつ会えるみたいな、何日どうとか、なんかそういうもう連絡的な話だったり、たまに LINE したりとかね、なんかこんなんやったよとか、こんなん言ったよとか、そういう報告みたいなするかもしれないですけど、でもあんまり LINE 自体ではコミュニケーション取ってなかったんですよね、多分。で、それは、もうなんか個人の好みっていうのかな。なんか別にポリシーがあってとか、こういう考えでとか、そういうわけじゃないんですけど、二人ともそんな LINE 張り付いてね、コミュニケーションするのが苦手というか、別に好きでもなかったというか、それ絶対したいって感じでは思ってなかった、まあ、むしろ、そのまあ僕らのね当時はコロナもなかったし、職場も近かったんで、まあ、仕事終わりね、いつ次会えるみたいな、会って話すことを重視してた、から、まあ、LINE もねそんな別にやらんでもいいかなみたいな、どういう感じでしたかね。だから会って話すのを重視してたからこそ、電話とか LINE 通話みたいなのもあんまりしてなかったのかな。だからオンラインじゃなくてオフラインで会うことを重視してた。だからこれは人によると思うんですよね。なんか LINE めちゃくちゃやりたいってね、連絡こまめに取りたいっていう方もいれば、まあ、恋人であってもね、そんな毎日連絡しなくてもいいよっていう人もいるし、で、それは、まあね、捉え方によってはその飽きてるのかなとか、そんな会いたくもないのかなって思われちゃうかもしれないですけど、意外と相手の人はそうでもないみたいな。別に飽きてるから連絡億劫になってるわけじゃなくて、単に別にする習慣がないというか、なんか普通にしたいと思ってない、普通にしたいと思ってないって言い方あれですけど、まあ別にそんななんか重視してないからっていうのはあるかもしれないです。まあ日頃のね、大学とか日常生活とかお仕事忙しいからちょっと LINE ね離れちゃってるだけで、別に飽きてますとか寂しくもない、なんともないですってわけでもないですよっていう、ただそのコミュニケーションの手段として LINE やるっていうのがあんまりなんかしっくりきてないというか、習慣にないっていうだけっていう、それは全然あるかなと思うし、僕らもそうでした。とはいえ会える日が少なかったり、 LINE もねなかなかできなかったら寂しいとは思うので、どうなんですかね。大学一緒やったらお昼一緒に食べたりとかね、そういうことはできないんですかね。授業がね違ったとしても、キャンパスが近かったらお昼ね食堂で一緒に食べるとかもできるやろうし、何か日常の中で無理なく会ったりコミュニケーションできるような機会を自然と作れるような
タイミングであったり工夫ができたらもうちょっと楽にね会えるしコミュニケーションも取れるんやろうなとは思うんですけどね。それをどうするかで電話ってなるとやっぱり相手の時間を奪ってしまうっていう考えがあるってお便りありますけど、確かにそういうね心配したり今かけていいのかなとか相手何してるかなってわからない中で電話するっていうのも切り時がねわからんかったりして長電話なっちゃったりとかいろいろあるとは思うんで、まあ電話も難しいとなれば日中とかで無理なく会えるようなタイミングとか作れたりとかね。ただ LINE に関してはもうそれはコミュニケーションのね向き不向きの問題も結構あるなと思うので、なんか LINE があんまり返ってこないから飽きてますってね直結するわけではないのかなとは思いました。はい、お便りいただきありがとうございました。渡辺夫婦の二人ごと月水金週3回更新しております。ポッドキャストアプリやスタンド FM、YouTube サブチャンネルで更新していますので、ぜひお好きなプラットフォームで登録、フォローよろしくお願いします。YouTube でお聞きの方は、ぜひね、ポッドキャストとか音声配信メディアの方でも聞いていただけるとバックグラウンドでね、再生もできるのでおすすめです。ポッドキャストやったら Spotify とか、あと iPhone の方は Podcast っていうね、もともと入ってるアプリあると思うんですけど、そこで渡辺夫婦って検索してもらったら番組出てきて、同じ内容が聞けるので、はい、ぜひね、Podcast アプリの方でも聞いていただければと思います。でお便りは説明欄の Google フォームからお待ちしてますので、お気軽にお寄せください。スタンド FM はレターからお受けしております。はい、それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。